ビジョンは、クライスラー社が、イーグル、クライスラーブランドで販売していた自動車である。ビジョンは1992年にデトロイトオートショーで、デビュー、翌年より生産が開始された、フルサイズ FF セダンである。その原型となったのは当時、クライスラーの参加だった、ランボルギーニ社が1987年に、フランクフルトオートショーで発表した、ランボルギーニポルトフィーノで、同モデルのコンセプトであった。 キャブフォワードというスポーティなデザインを保ちつつ広い、室内空間を確保するといった点を継承している。欧州市場を意識したため開発に際しては、ヨーロッパで入念なテストが繰り返されており、そういった点では、ルノーの製作したプレミアのコンセプトを受け継いでいるとも、言える。発売当初は 3.3LV6 エンジンに4足、AT のみのグレード展開であったが、 1996年にマイナーチェンジで一部改良されたチーを最終モデルでは 3.5LV6 の S が追加されている。マイナーな存在だったイーグルにおいては優秀な販売実績を残し、欧州、アジアへはクライスラーブランドで販売されていた。バッジエンジニアリングにより、クライスラーコンコード、クライスラーニューヨーカー、ダッチイントレピットなどの姉妹車種があったが、 ビジョンの販売台数はそれらの車種の販売台数には及ばなかった。1997年まで生産され、その後同じ LH プラットフォームを用いたクライスラー 300M へとモデルチェンジしている。1994年3月から1997年12月の間にクライスラービジョンとして導入された。右ハンドル車の導入に積極的であった。 クライスラー社の中で数少ない左ハンドル車であった。ありがとうございます。